お金に関しての質問ですと。ホリエモンは金なんて全て使え、お金なんていらない、なんでお金が欲しいのと言っています。ひろゆき氏はお金が湧くシステムはとっくに確立され、日常生活は節約とほぼお金を使わない生活だそうです。両者ともお金に振り回されない考えは素晴らしいと思いますが、お金持ちに言われても説得力はありません。仏教的な視点から上祐文弘さんの立場では彼らのような人たちをどう捉えているものなのでしょうか。まあ確かにお金持ちに言われても説得力がないと。で、私に聞くってことは私がお金持ちでないということが分かっているということは、まあ頂戴しておきたいと思うんですが確かにお金持ちに言われても説得力はないですね。お金なんていらないって言っても、お金がない人はお金が必要だと思って、ホリエモンみたいな人はお金がないいらないって言っても、それは何ていうか逆説的な話ですからね。ひろゆき氏はなんかどちらかというと平均的な日本人が相対的に共鳴できる節約ってことね。最近デフレの30年間でね、日本人は節約になれたと。企業は人件費を節約して給料を上げないっていうことがあるんですが、まあそういったことがあるんで、まあお金が湧くシステム、これがそのある程度確立されて、あとはそのお金を無駄に消耗しないように節約をしていくっていう考え方、これはあるかなとは思いますね。まあこの問題はですね、そんな単純な問題じゃないと思いますが、日本人というのは、まあ、まず第一にその先進国民主主義社会の一定の社会福祉制度のもとにありますから、憲法で全ての国民がここに生まれる限りはですね、健康で文化的な生活、これを保障されてるわけですね。障害があって仕事ができなかったら生活保護費が下りるとかいうことであります。ですからそのお金が必要だっつっても、どのぐらいのお金が必要なのかっていうのがまず第一にあって、それは要するに自分が友人知人と比較して、彼らつまり世間並みないしはそれ以上かということを必要なお金としてんのか、それとも生きていくに必要なお金、これを必要なお金としてんのかっていうことによって、まあ、まずまず第一そこから違ってくるかなとは思いますね。だから要するに健やかに生きるに必要な必要以上のお金、これをこう求めるとすれば、そのお金は結局奪い合いになりますから、求めても得られないという問題、それから他人と奪い合う、いがみ合うという問題、そういった問題が出てくる。これがまあブッダの言った人間の苦しみってことで、求めても得られない愚夫徳苦、得たものを失う別れる愛別離苦、そしてそうやって求め合って奪い合うから憎しみの対象に合う温情へ行くっていう、さまざまな苦しみが簡約仏教用語であってですね、そういう苦しみにはまっていくことは、お金以外でも異性でもそれから社会的地位や名誉でも全部同じことですから、そういうふうなことなんじゃないかなとは思います。あとまあ日本というのはやっぱし不動産は高いと思うんですよね、土地が狭いから。しかし日本人の一般的に見栄を張るパターンとして、バブル崩壊後も続いているのは、要するにその高いその物件を買ってですね、5000万とか1億とかする、それで一生そのなんとかローンで苦しむっていうパターンですね。やっぱりこれはこう見栄を張るからそうなるんで、一方で要するにその現在市中にはですね、その10分の1程度でですね、十分健やかで文化的な生活を送るような物件っていうのはできて存在してて、それが逆に余ってるということがあると思います。ですからひろゆき氏のような節約志向であれば、生きる生き方はいろいろとあるんじゃないかなと思うんですが、まあこの問題は何を答えてもその1時間でも2時間でもなっちゃうから、だいたいこのぐらいにしておきたいと思います。なんとなく気になったところをいくつかお話ししました。